はい、それでは準備の方よろしいですか。皆さんの大きなご声援をいただきまして、絆100歳の受賞演舞をお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう一本ください。2本欲しいです。2本欲しいです。マイク2本欲しいです。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。大阪市旭区よりまいりました絆100歳です。今年の演舞テーマは衝動、絆への思い、祭りへの思いを叫びたくてたまらない、その衝動に抗うことなく力いっぱいこのステージで好き勝手やらせてもらいます。まずこの衝動という演舞ができるまで、よりたくさんの日々を過ごしてきましたが、この衝動という演舞が披露できたのは、お祭りを開催してくれた執行員の皆さん、そして共に祭りを楽しんでくださったお客さんのおかげで、今日我々衝動という演舞を披露することができました。皆さんの存在がなければ、この衝動という演舞を披露することはできませんでした。そういった皆さんのおかげで2年連続で大賞演舞を踊らせていただくことになりましたが、同じ大賞演舞でも絆100歳がずっと同じというわけではございません。絆100歳良かったな、絆100歳楽しいなって思ってもらえるように、絆100歳はこれからも変化し続けるチームであります。長かったようで短かった非日常的な一日が終わり、明日からまた普通の日常が始まりますが、そういった明日からでもお客さんに、やっぱ絆100歳すごかったな、まだまだすごい印象残る、自分もいつかあの中に入りたいな、そう思ってもらえるように、今から衝動をぶちかまします。精一杯演舞させていただきます。どうかご声援のほどよろしくお願いします。あふれんばかりのその衝動、思うがままにさらけ出せ。はいはいはい、いつもどっちもどこから
絆